さんこんにちは、僕です。今日は渡良瀬渓谷鉄道の大間々駅に来ています。これから郷土駅に行ってきます。これ大間々なんだね。見える、これ大間々駅って書いてある。群馬県山田郡大間々町ってのだったんだ、昔は。らしいです。郷土町、ここは郷土駅の駅舎の中ですね。すごい、なんかいっぱいポスターが貼ってある。渡良瀬渓谷鉄道の郷土駅に着きました。レストラン清流、2番線ホーム側だって。現在地、列車のレストラン清流か。ここでご飯にしよう。今見てるこちら側が、桐生方面ですね。でこう回ってこちら行くと足尾方面です。郷土駅には10分ほどお停車いたします。11時40分発車です。
たします。
今大間々駅に戻ってきました。